ちょっとさ、ちょっと笑っちゃったよね。俺ちょっと期待してたよ、俺。こんな建物なのかな。石が積んであって、なんかこう勝ちそう。石が積んであって終わっちゃった。鎌倉バカ。なんだそりゃ。鎌倉さんのダルタが死んだ、亡くなっちゃったのか。これすごい道だね。こういう墓たくさんあるね。お団子。え？墓じゃないのかあれ。あれ五輪の塔か。五輪塔わかんない。ほうほう。よいしょ。あー。若かったらあそこまでピョンってやってたかもしんないけど、そんな元気ないやろ。変な踊りを踊るのがいいらしいよ。ストレス溜まったら。滑る。滑らなかった。なんか形面白いね、木の。うわ、これはちょっと度胸いるよ。五輪塔。あー、本当にあの五輪塔ってあれだったのか。本当に俺エビラみたいなやつ想像してたんだけど。ああ。さあ登ろう。これまたどっか分かれ道あるんでしょ。うん、あ、これ滝だ。慈悲の滝。ああ、すごい。うん、もうすぐね。どうぞ。突き当たりのところまでまず目標として。はあ、熱い。行く？うわーすごい綺麗ね、めっちゃ綺麗。あー、ちょっと疲れてきた。やべやべ。まあでも今日そんなに筑波山ほど大変じゃないから大丈夫だと思うけど。あー、
まあ普通の登山道って感じだね。かゆっ、いける？ここか、右と左分かれてんの。あれ、ここも分かれてるよ。違うんじゃないかって、ほら。ちょっと縮まってて。分かれてるよ、ほら。分かれてるんです。もっと先じゃん。ちょっと待って、水飲まして。うん。ここは違う。どっち行く？うわ、本当だ。右から見しよっか。なんか、この中にゴミが。ゴミがすげえ入ってる。右にしよう。下向くね。うん、あれか、仁王寺山の残骸が入ってる。っていうか右でしょ、標識そっちがあるから、こっち多分違うよ。うん、飲む？いや大丈夫。暑いね。うん、 OK。 半袖にせよ、分かった。右でした。ネブリスト。山頂って書いてある。うん、こっちの方が良さそう。いや、こっちだって。うん。左道が違うから。道ないね、多分。あっちな、しかし今日も。止まんない。流れてきそう。よいしょ。はい、ありがとうございます。こんにちは。わーみたいな。僕も見たいですよ。よいしょ。よいしょ。やっぱ反対側もそうなんだよ。やっぱマップ見ると分かれてたからここだよ。どっちがいいんだかよく分かんないけど。あっちで見るか。暑いね、しかし。暑っ。よし。これはどっち？これは左、まっすぐか。こっちないもんね、明らか。滑りそう、気をつけて。山頂。
こっちか。こんにちは。こんにちは。よいしょ。うわ、綺麗。めちゃくちゃ綺麗。いいね。なんかつくばってこういうイメージあんまなかったから。うん。